なモーション入れてくれ、いいボールだ谷口、いやー入れてくれ、いいボールだ谷口、いやーいた山美だー、うわー山美だー、うわー16年ぶり J1 勝利、木村雄大入れ替わってる、木村行った、はいはい、一人で行く、木村雄大打てない、畑大が戻ってきました、今年は本当かなりやると思いますよ、ね、いい強い落としてきた、ルキア、いや真ん中つながった、1対1、ルキア、いや素晴らしい、うまい、これは素晴らしい、これですよ、今日木村
田、染野、2人ターゲットが前にいます。間、稲見、前向いた、スルーパス、染野、こぼれて、三木のシュートだ。稲見、1対0、ホームの湘南がリードして折り返しです。山見がユニフォーム姿、森田に代わってという情報です。まあ、三木選手は中に入れるということですかね。はい、稲見のところダイレクト、染野、そらして山見、少しスペースがある、山見入れてきた。変わってきましたよね。こうやって山見選手がこうやって勝負することによって、やっぱ湘南選手が今までこう前向きに前に対しての守備してたのが、今みたいに少し下がってしまうような守備になってしまっているので、はい、狙っている林のインターセプト、染野、前が空く、染野につきシュートだー、わずかに右。これがどれぐらいか分かんないですけど、まあでもいいシュートですよ、ね、抜かずに、素晴らしいと思いますね。はい、木村コントロール、木村強い右、山田風紀、宮原後ろから来る、山田風紀カットイン、山田風紀当たったボール、山見フリー、折り返した、木村、いやー、よし、よくかましたな今、田中聡です。この判断、この瞬間瞬間でやっぱ全部判断しないといけないですからね。はい、三木のキック大外、山見つながります、中枚数はいる、山見外す、大きなモーション入れてくる、いいボールだ、谷口、いや、追いついたベルディ、フリーキックの流れから今日も追いつきました、ベルディの意地。ちょっとディフェンスラインも下がってきてましたし、ここに対するやっぱこの山見選手に対する対応みたいなのがやっぱりずっとできてなかったので、抜群なボールですね。あとはオフサイドのところチェックが入ります。ガッツポーズです、両監督。斉藤光介リターン、山見、前が空いた、山見だー、うわー、逆転、ベルディ逆転、すごい、山見が決めた、これはすごい、見事なコンビネーション、いやー、まあ素晴らしかったですね。ここでちょっと触ったかな、まあこれは一つ大きかったし、ボール向かいましたよね。でも思い切ってサイドネット、いや思い切ってね、縦蹴りでしたね、はい、山見のゴールが来ました。
味ではね、森田選手もやっぱりオフサイドでした。しっかりとラインアップしてました。試合終了、うん、東京ヴェルディ16年ぶり J1 勝利、5646日ぶりの勝利です。いや、バントさん、はい、見事な逆転勝利でした。同点にしてから逆転をするという、まあ、本当難しいミッションだと思うんですけど、それをやっぱ見事にやっぱ選手たちは遂行しましたし、はい、6年 J1 で勝ってなかったのは承知してますし、今年もなかなか勝ち点3が取れない海の苦しみが続いていたので、まずは今日16年ぶりというか5000何日ぶりかに、勝ち点3を取れてサポーターと一緒に喜び合えたことはすごく良かったと思います。彼らの思いも、まあ、一緒に背負ってラインダンス踊れました。それは良かったです。大きなモーション入れてくる、いいボールだ、谷口、いや追いついたヴェルディ、斉藤光介リターン、山見、前が空いた、山見だ、うわ、これはすごい。